女装ドライアドルロビンソンのソワソワラジオ。この放送はラジオの向こうのリスナーさんのご協力のもとお送りいたします。ハイサイグスよ中長びら、中がなびら花びらね、花びら、はい、今日は、9月の3日、はい、日曜日ですね、日曜日ですね、はい、はい、時刻は午後6時を回りました。はい、はい、第176回、176回かっこいいさ、もうすごいね。ねえ、はい、おかげさまです。あそこというような女装、素晴らしいでございます。女装歴176回、はい、だからドラゴンアイドル ね、ロビンソワのソワソワラジオの時間となりました。はい、なりました。はい、はい、車ね、運転されて皆さん気をつけてね、うんうんうん、はい、この時間からはもう混んでくるから。あ、そうですね、あ、そうね、帰宅時間とかね、はい、そうね、はい、もう渋滞するでしょ、もう止まったり進んだり、うん、あれしたりこれしたり、うん、止まったりあれしたりこれしたりね、そうそうそう、なるから ね、はい、ゆっくりね、そうね、はい、はい、この番組はですね、うんうん、こんな感じで、はい、雑談、雑談よくありますけど、はい、はい、雑談大事よ、いいと思う、大事よね、雑談ってさ、言い換えれば雑学だからね、やったね。あ、そうね、そうよ、うち、そういうところから拾っていくって、なんかとってもいい言葉ってあると思うよ。雑談とってもいいと思います。はい、はい、この番組はですね、心の性別、表現する性別、まあ、多様性ですね、を象徴する LGBTQ をメインにお話しするバラエティ番組となっています。はい、多様化ね、はい、素晴らしいです。多様ですね、はい、日曜ゴールデンタイムのスタートを彩るのは、はい、どんなあなたも笑顔にしちゃう、まあ、素敵、歩きパワースポットのロビンスワット、いや怖いけど、はい、はい、あなたの邪気を吸い取りまくる、歩く森城のジュリアンでございます。邪気吸うからね、すごいね、ジュリね、はい、素晴らしい、はい、そしてですね、はい、第一日曜日コメンテーターの、はいはい、あっちゃんです、はい、よろしくお願いします。お久しぶりです。まずの、はい、まあです、あつこ、あ、はい、笑顔で、はい、はいはい、魔法かけましょうね、はい、ぐるぐる、はい、うん、ね、目がすごいよね、はい、ルビンね、はい、OK です、はい、どうぞ、はい、綺麗な、綺麗なお目目で、はい、うん、はい、この番組は大丈夫、この番組ではあなたからのメールお待ちしております、うん、ご感想、ご質問、ご意見何でも OK です。はい、ジュリアンへのコメントじゃない、クレーム、コメント、コメント、コメントで、はい、コメントで、はい、ね、ロビンの、ロビンのクレームも、はい、OK でございます。アツコの、アツコのクレームも、おクレーム大会しよう、クレープ大会がいいな、いいね、やろうぜ、いいですか、うん、はい、はい、メールアドレスは、うん、761fmkoza@gmail.com、うん、761fmkoza@gmail.com となっております。はい、はい、そうですね、うん、はい、Google で、ソワソワラジオとか、うん、ロビンソワで検索するといろいろな情報がヒットしますので、うん、ぜひ検索してみてください、うん、はい、素敵、はい、で今ですね、ロビンソワはカタカナ、はい、ロビンソワはひらがなでもいいです、ね、ひらがなでもカタカナでも、ソワソワラジオもひらがなで OK ね、はい、何でも出ます、ない、素晴らしい、はい、この番組ですね、うん、普段、うん、ライブ配信してるんですけどね、うんうんうん、YouTube とね、うん、ツイキャスと、うん、そしてロビンソワのインスタライブ、うん、なんですけどね、うん、今ラジオ聞いてる方は、うん、まあ、通常通りね、始まったねと思って、うん、多分聞いてると思います、うん、はい、ライブ配信の画面の前にいらっしゃる方、あれ、なるほどね、映ってないねって、はい、そうなんです実は点々点、収録なんです、はい、です、はい、で今月ですね、すみません、すべての日曜日ちょっと収録になってしまいます、すべてなるの、あなたたち、あの今月、今月だけ、9月のみね、うんうんうん、今日はね、毎週日曜日、そうそうそう、はいはい、今日は、うん、今、うん、沖縄でこんなに喋ってるけど、うん、本人たちは、うん、東京にいます、そうです、2人ともね、2人とも、ジリとロビンちゃんね、はい、東京いるって、はい、うん、はい、東京いるから、うん、次の収録の日にはちょっとお土産話しようね、そうだね、あ、はい、なるほどね、素晴らしい、うん、はい、で分身がいるわけじゃなくてもちゃんと行くからね、そうなんです、ちゃんと行っとかないとね、これはまたびっくりになるもんね、あ、そういうこと、そうやってる場合よ、その辺はもうバラしてもいいってことだな、いい、もういい、うん、はい、ね、もう FM 講座だから、
怒られるよ。いや優しい、いやいやあんたよりますよ。あんたよりますよ。優しいね、優しいね、はい、優しい。で次 の、はい、あの日曜日は、うん、あのイトマンで、うん、ちょっとイベントがあるんですよ、うん、あのククルイトマンというイベントがあってちょっと間に合わないから、うん、あの収録にします。でその次の日曜日は、うん、ちょっと私があの東京行ってるものがまた、うん、私は、はい、そうそうそう、あなたが、はいはい、東京行ってジュリも行くんでしょ。あ、私は違うんだ、うん、あ今回のあれは行ってるけどまた次の、そうそう、次は一人で行ってくるんだな。ちょっと、ね、別の県でね、うん、あなるほどね、はいはい、行くのでいい人だしね、収録と、うん、そう、うん、でさらにその最後の日曜日は、うん、ニジチュラマルシェ、あ、ニジチュラマルシェももうすごい好評でね、すごいね、素晴らしいよ、ね、おかげさまで、本当に本当にありがとうございます、すごいよね、ということでも、うん、あのね、LGBT さんのすごい、うん、私来たよ、あのジュリとあのルビンちゃんを知っててって来てから、うん、もう私も嬉しくなっちゃった。お、ありがとうな、フォロワーさんが、うん、あ、そうなんだ、そうそう、来てからあなたたちを知ってるって言って名前出してから、うん、ジュリとルビンの知り合いですよ、うんうん、お友達、ありがとうございますって言ってから、へフォローバックしたよ。あ、そうなんだ、うん、ということでね、そう、うん、そういうことだな。そういうことで今日はもう世界に発信できたらいいね、収録なんです、うんうん、ですね、はい、はい、うん、なので、うん、まあ、この調子でね、はい、あのぱちゃぱちゃいきますけど、はい、最後まで、はい、最後までお楽しみください、はい、お楽しみください、はい、それでは一旦 CM いきます、はい、そうですね、はい、どうぞ。76.1 La 76.1 de la FM. Eso más. Sí, Dio y. FM Cosa. 住宅防音のことならインストール沖縄。門、フェンス、カーポート、テラスなど。エクステリアならインストール沖縄。あなたの心にインストール。0989291661。株式会社インストール沖縄。はーい、行くよー。うん、うん、かわいいねいい笑顔だねお子様の健やかな成長を第一スタジオで残しませんか。写真を撮るなら第一スタジオ問題。沖縄市でみんなでも一人でも遊べる場所はコザボーリングセンター。平日午前500円で遊べる場所はコザボーリングセンター。やっぱり楽しく遊ぶならコザボーリングセンター。1ゲーム300円でお得なパックもご用意。ご予約は937-5005コザボーリングセンター。アップ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 アベニュー、行こうよお買い物、白い屋根と青い空、楽しいお店がいっぱい、中央パークアベニューに遊びに来てね。あの街この街エンタメ講座、講座いつでもそばには FM 講座、講座 76.1 メガヘルツ講座。ロビンソワのソワソワラジオ。はい、ただいまの時刻は FM 小座からロビンソワのソワソワラジオ、なんと収録放送でございます。怖い、はい、収録放送です。すいません、すいません。あつこの何声が響く、声が響くね、うん、なんか個室、うん、そうそう、個室だからね、個室ね、ルームね、うん、なんかいいね。そう、うん、キャー助けて、監禁されてお前な誰も襲わない、誰も襲わんし。あ、そうですか、うん、はい、進めてください、はい、いい感じよね、こっち ね、うん、ね、ちゃんとこう、うん、個室も設けてくれてね、新鮮でね、そうそう、うん、面白いね、今日初めてこちゃん行ったさ。あ、そう、あ、そうそうそう、ね、収録始めてだから、ね、うん、なんか面白わからんけど、落ちまおうかな、もう。はい、進めるよ、うん、はい、もう最近ね、うん、雑談、うんうんうん、雑談ですけど、最近どんなですか、うん、なんか あっちゃん久しぶりさね、だからもう、うん、とっても久しぶり、もう皆さんにも久しぶりでね、ジュリとね、ロビンとも久しぶりだしね、うんうん、本当です。なんかこうあります、楽しいこと、おいしいこと、楽しいことごめん食べてばっかりだ、ね、だからおいしいの食べてばっかりだったね、まあ、うん、いろいろとそうですね、忙しかったですね、なんやかんやと、あ、イベント出たり講座したり、
なんか友達と遊んだりみたいなそれも必要さ、 ね、夏だしさ、ね、暑いさ、あっちゃんらしいよねでしょ、うん、ありがとうね、まあ、マイペースなっちゃんですので、うん、はい、うん、だな、だな、だなです、はい、はい、でも話聞いたらすごい頑張ってるさあなたたち、 あ、 そう、うん、ありがとうございます、すごいよ、うん、あの本当皆さんすごいよこの子たち2人本当に頑張ってる、だから寝てるねってさっき言ったよなっちゃんね、うん、ルビンちゃんにね、あんた寝てるねって、でこっちは眠れてないねだわけよ、うんうん、逆に眠れてない子、うん、であなたは眠れるはずだけど眠る時間あるのだから体には気をつけてよ、うん、夏は特にね、はい、はい、水分もいっぱいとって、はい、うん、水分は、はい、ちゃんととってますね、そうそうそうね、と、はい、ってください、はい、ありがとうね、うん、なんかなんかなってる、ね、気のせいです気のせいね、せい、そう、そうだね、はいはい、この木は何の木、もみの木、もみの木、桃ね、大丈夫ですよ何の話ね、わからんわからんけどさ、うん、はい、でして、あのカードの話した、ジュリアンはえまだしてない、ま、何が、自分のカードの、待って、あごめんね、まずはお楽しみね、まずは、うん、楽しいことありましたか、うん、そうだね、あったよ、いっぱいあったよ、あったよ、 あったば、うん、あったよ、ジュリは、うん、私は最近、うん、最近って言ったらけど、ちょこちょこあのズミカフェにいるんだけど、いるね、ね、うん、おとつい、うん、数名来てたって、そう、来てくれて、その中で以前見た人2回ぐらい見たんだけど、うん、その人が一緒に娘さん連れてきて、あ嬉しいね、こういうの嬉しいよね、そう、娘さんと特に、そう、家族を連れてきたら嬉しいのよ、い、自分の家族を連れてくるって言ったらそれだけ信頼関係につながるからね、うんうんうん、素晴らしい、ありがとうございます、はい、素晴らしいでございます、霊能力者だからね、霊視鑑定、実はですね、今日、うん、まあ、収録してる今日ですね、うん、23日、うん、23日、はい、水曜日なんですけど、はい、私琉球村、はいはいはい、行ってきましてね、はい、まさに来てまして、妹さん連れてから、前のレシ、だ、レシじゃない、レシアンだ、レシアコのおばさん、カートに見た方が娘ちゃんを連れてきてたの、テルマで見たわけよ、すごい嬉しいね、してから沖縄帰省するって言ったから、うん、あ内地の方なの、うんうんうん、うちなんちゅうだけど、妹さんがね、うん、今度沖縄帰ってくるからじゃあ連れてくるねって、うん、状態を連れておいでってからさ、うん、本当に来てたってことね、来てた今日、嬉しいね、そういうの嬉しいよね、嬉しい、うん、で覚えてた、そうそうそう、ロビン、あ覚えてよ、あすごい、もちろんさ、すごいさ、いっぱいの人見てて覚えるって言ったらやっぱりいいことよ、とっても 4,5 日前に会ったりそうね、あそうなんだ、あでもいいさね、 4,5 日前に来てからパッてくるからね、それもいいでございますでしょ、はいはい、はい、うんってだから鼻が綺麗だなって今見てるけど、ね、もったいないね、少しずつ増えてるよ、そうそう、あ増えてるの、そうそうそう、え何が増えたかな、1個なくなった、なくなって1つ増えた、じゃあプラスマイナーゼロか、うん、分からんけどよ、分からんけどだね、うん、OK、ね、せっかくまあ収録だからね、まあ、見えないかもしれないけど鼻がいっぱいなんだこれがまた、そうそうよ、私の頭の中鼻がいっぱいなんだこれ ね、 ね、そうそう、どちらかってすあ耳飾り古いなピアスなんていうの、ピアスイヤリング、イヤリング、耳飾りっていやーまずか、昭和だからよ、おかわよ、えなんかかわいいさこれ、なんかとってもね、なんかレインボー、あれだよ、イベントで、あ、買った、あ、そうそうそう、しかもさ、レインボー、やっぱ虹色だな、そう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 、あレインボーいいね、なんかいいよいいよ、いいよ、いいよ、でしょ、うん、いいよ、ナイスでございますはい、今日なんか話題はないわけ、あ、だ、話して大丈夫、うん、大丈夫、突っ込む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 ね、うん、今もふと思ったけどさ、うん、もう9月よ、そうだね、あ早いね、はい、もう中小の名月が9月の20、あだるね、そうよ、もう9月は、あ今今日の、うん、今日本当の今日でいいのじゃないか、半月だから半月、月が綺麗とっても、あもうめちゃくちゃ綺麗かった、今日、うんうん、そうアルカナから来たんだけどさ、西原から、うん、もうとっても綺麗、澄み切ったこの、うん、こうなんていうの、空っていうの、うん、冬、うん、な夜空、うん、綺麗にくっきり、あとで見てる、でもさ、なんか明日、うん、明日が、うん、多分あれじゃない、上限か下限どっちかじゃない、あ上限だな、上限こうなってったから、うんうんうん、下限はこうだよね
ラジオの前の皆さん分かりますね。だから なんかね、右回り右半分だったような気がする。うん、やっぱりなんかそういう意味では秋に近づくってことだね。おととい、おとといの朝か、朝起きて、あの近くにユニオンがあるんだけど、ちょっとユニオン買い物に行こうと思って出たから、ふとよ、あれ秋なんか風がひんやり、秋っぽいって思ったわけ。いい、ね、今なんかじわっと来よって今私来た、うん、なんか今までこういう風に感じたことなかったから、風を感じたのね、五感で。すんばらしい、さすが五感で五感五感五回するな、五感氷点々よ、うん、五感じゃない、スー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 してよ、うん、してたスースーしてよ、ちゃんと吐かんと、もうあの風邪ひくよ、吐かんと、あかんで、いい気持ち、そう、うん、でもいいです、そう、はい、なんかね、秋、あ、もうそうそうだ、秋なんだなと思って、だと思う。だって今回さ、台風も長かったさ、とっても、うん、かっね、なんか違う意味で、うん、今なんか季節が違ってきてる感じもするさ、うん、でほら海外では、うん、ほら、山火事、あ、ハワイとかカナダとかさ、なんかちょっとまた違うさね、うん、なんか今なんかちょっと違うのかな、うん、なんかわからないけど、まあそういう意味ではあの春夏秋冬沖縄あんまりないけど、うんうんうん、ほらジュリはほら内地の子だからわかるはずだけど、沖縄ってさほとんどがさ、夏よ、ああそう、うんうん、だけどそれで秋を感じた、日中はね、まあ日中はね、うん、夜はでもめっちゃ寒いってことはある、あったっけ、はい、冬あの風がバーバーするなはあるけど、うんうん、ひんやり、なんか寒い、ひんやりはないないさ、ね、うんうんうん、だけどなんかいい意味でなんか感じたって言ったらいいね、なんかね、なんかね、うん、なんだろう、秋だね、あのね、うん、風が冷たいでもない、何かをなんか感じたんだ、そうそうそう、なんか不思議、うん、それ3日前、3日、2日、うん、2日ぐらい前、朝、うんうん、じゃあ朝のもう温暖が変わったかな、昨日もなんかそれ思ったね、ああなるほどね、これやっぱりそうかもと思って、素晴らしい、なんかあれかな、私直感があれかな、もう出てるさっていうか、もともとあるさ、うん、あるわけよ、でさこういう人ってジュリーと一緒にいたら余計にパワーアップするって、こう直感のある人、霊的な持ってる人と一緒にいるって、ね、やっぱりそういうあれがあるって、ね、よくいたからね、うんうんうん、そうそうそう、だからでもいるから結局は、うん、もう自分の中で気づかないけど、そのこのなんていうの、波動は上がってると思うよ、うん、うん、素晴らしい、はい、うん、だからいろんな才能も開花して開く花だな、花いくつ、あ、ブーゲンビリア、まあ、秋に変えてもいいんじゃん、ちょっとあのなんか違う意味でどういう意味あの何だった枯れてるじゃなくて、花のことなんていうの、なんとかって言うさ、なんとかなんていうの、なんだったほら、なんていうの、あれさ普通にほら飾るさ、花瓶じゃなくて花を飾るさ、バラ、いけばなじゃなくて本当の花がだんだん枯れていって、あ、ドライフラワー、そうそうそう、あ、でもなドライフラワー、そうね、まあそう思ったらそうだけどまあこうなんていうのかな、愛しみを感じながら秋を感じるのもまたいいあれなんだよ、花屋さんなんかドライフラワーを飾ったりとかしてあれやってるからね、うん、茶色いのが多いんじゃない、だから茶系だから秋さ、秋よ、秋は何色、はい、あなたにとって秋は何色ですか、あのロビンはオレンジ、あ、オレンジ、ちょっと赤に近いオレンジ、赤に近い、じゃあセピアカラーではない、ではない、うん、赤に近い朱色、あー近い、そんな感じかも、ジュリは秋は色に例えたら何、うーん、あ、オレンジ、え、二人なんで一緒、トゥゲザー、そうだ、もみじの色、ほら、あー、あ、そこから来た、うん、オレンジ、あ、ちょ、ごめん、やっぱガチマヤかな、え、オレンジってみかんやしとかごめん、でもあっちゃんの秋は、うん、あのね、茶色なのよ、うん、落ち葉っていうイメージあるけど、はい、あ、落ちるみたいなさ、うんうんうん、それとなんかわかんないけど、なんかわかんないけど食欲の秋になって、そう、茶色い食べ物って美味しいのいっぱいあるよね、そうだね、はいはい、焼き芋も茶色だしねでも中は黄色だしね、でも食べ物が美味しいのは秋はサンマ、あ、サンマね、ね、サンマね、だな、だね、あ、まあ楽しみながら秋を過ごすっていうのもいいね、いいですね、いいと思います、いろんなね、秋があるからね、そしたら収録でも秋をこう届けたらいいさ、小さい秋見つけた、
のお話しすればいいんじゃん。はい、それもまた自分のなんか持ってる、うん、今日の小さい木見つけましたって言ってからさ、そしたら、うん、 来月 の、うん、あの10月の第1週目の日曜日、うんうん、秋持ってきて、いいよいいよ、うん、どんぐりコロコロ持ってくるさだったらじゃないけど、そうだね、みんなで秋をテーマにしよう、その時いいね、なんか自分のも自分の感じた秋を話そう、うんうん、ちょっとでもいいさ、うん、自分の秋はこうだったよって、こう感じるよってもいいんじゃん、わかんないけど、多分 ね、あの秋は秋だけにねあの秋は秋だけにね、そうやな、私ジュリアン飽きたつかで、ね、ロビン飽きたって言え、ね、本当そうそうそう、だからこの秋だからね、やっぱり、いい意味で皆さんにこの、うん、なんていうの、季節を届けるっていうのもいいと思うわけさ、うん、なんかわかんないけどさ、わ、うん、からんのかい、わからんのよすみませんI'm sorry だけどね、はい、だからなんかそういうのもいいと思うよ、うん、なんかわからんけど、わからんのかいじゃあ、うん、今あの、うん、まだそろそろ時間大丈夫ですかね、あすいません、はいはい、よかった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 ね、うん、っていうことで、うん、でももうそろそろあのコーナーに行きますか、はい、あのコーナーだね、あのコーナーです、はいはい、では参ります、はい、はい、この曲聴いてレッツフェスティバル、パチパチパチ、はい、今日は、はい、カナブンさんで、うん、ソングオブザデッドでございます、はい、はい、それではどうぞ、どうぞ、どうぞ、はい、ロビンソワのソワソワラジオ、ただいまの時刻はロビンソワのソワソワラジオ、なんと収録放送でございます、はい、なんとですね、はい、はい、先ほどの曲はカナブンさんで、うん、ソングオブザデッドでございました、うん、はい、はい、ありがとうございます、はいはい、どうも、はい、ありがとうございます、お聞きくださってありがとうございます、はい、じゃここからはですね、うん、あの LGBTQ のお話しする番組ということで、うんうんうん、はい、はい、始めていきたいと思うんですけど、はい、じゃあジュリアンか何かあります、はい、ちょっと面白いのがありまして、うんうんうん、まだ見てないんですけれども、うん、ネットフリックスで今配信なんですけれども、僕と幽霊が家族になった件っていう台湾発の映画なんですけど、うん、あっちゃん見て、待って見てみようね、僕と幽霊が家族になった、僕と幽霊が家族になった件見たかも、ごめん、映画でしょ、映画、あ、見た、見たの、見たよ、あら、あのね、あのね、同棲こんだわけ、そうそうそう、あのね、うん、拾なんかお守りみたいな拾うわけよね、お守りじゃない、なんだあれ、なんだっけ、亡くなった後の亡くなった祝儀袋、そう、祝儀袋拾ったらおめでとうっておばちゃんたちいっぱい来て、そうそうそう、あれも結構怖いやつよね、うん、だけど、うん、結構深いよね、まだ見てない、まだ見てない、いいよいいよ、うん、あのね、あ、そういいよ、とってもいいよ、その男の人は普通の人だわけよ、うんうん、そう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 、拾った人はね、そうそう、拾った人はね、うん、一般ピーポーで、うんうん、この言い方でいいのかな、わかんないけど、でもう一人の方は男子が好きよ、男性、そうそうそう、幽霊がね、幽霊ちゃんがね、うん、でも美男子でさ、そうそうそう、だけど、うんうん、いろんなこと乗り越えて本当にこう、もうあの幽霊見えるってしまってるわけ、この人、うんうん、ね、結婚するのよ、そう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 、めっちゃ泣くよ、ちょっと最後、そうなの、ね、うん、ごめん、バラしていいのか分からない、うん、あ、感動な感じで、感動する、あ、なんかやっぱり人って魂だよねと思った、人は人なんだよっていう、うんうん、そう、うん、でもこの亡くなった人もやっぱりこう誤解もあるわけ、お父さんなんかとかね、あの、うんうん、でお父さんももう自責の念を持ってるけ、うんうん、それをまたこの人がちゃんと取り持つわけよ、で事件解決みたいなこともしたかな、ちょっと他のとなんか書いてある、なんかね、うん、なんかあったよね、そうそう、死んだ幽霊、うんうんうん、幽霊の人がなんか事件解決、そう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 、よかった、とってもよかったよ、生きてる、うん、生きてるストレートの人が警察官、うん、そうそうそう、そうなの、うん、警察官でもがっつりしてたよっていう人がだん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 こう優しさを取り戻すっていうかさ、うん、なんかあとはもうこのもう泣くわけ、このもう上がっていくわけ、昇天するから、あ、最後は、あ、もうだったはず、だったはず、だったはずもうありがとうみたいな命っていうか、それを削ってまでとにかくこの2人はそういろんないいことしていくから、もうそうそう、いいよ、とってもよかった、はい、いい映画です、はい、ぜひ、はい、ぜひ、はい、ぜひ興味あれば、そうです、ネットフリックス、今、うん、あ、ネットフリックス、ネットフリックス、うん、あ、そうなんだ、うん、でも見ようと思えばなんか違う形で検索したら
俺アマゾンプライムとかあるじゃん、うんうん、なんかそういうとかディズニーとかあるかもしれないし、うんうん、なんか調べたらないってネットフリックスだけないのね、ネットフリックスのみオンリ ー、 あごめんごめん、じゃあネットフリックス入ってる人のお家行けばいいね、持ってなかったね、そうそうそう、お友達な、友達のそうそう、ネットフリックス入ってから見せてくれって、そうそうそう、それでいいと思います。それかスマホにダウンロードしてからあこれでお家でやってもいいんじゃ ん、 そ、 ん、うん、それもありよね、うん、あでも本当いい映画、本当に台湾のでしょ、そう台湾の面白いよ、よかったです、うん、私見ました、うん、はい、はい、あ、いい、あのあれはちゃんとおすすめしてる、うん、素晴らしい、うん、今のは本当多様化のものになってて、うん、でそう、なんかとにかく心だわけ、うん、訴えたいのがもうやっぱり、うん、なんかいい音とか、なんか台湾とかあと中国も少しずつ少しずつ LGBT 関連の映画とかドラマとか発信してるから、うんうん、なるほどね、うん、いいと思う ね、うん、そう嬉しいでしょ、嬉しい、こっちも嬉しくなるよ、応援したいよ、うん、本当に映画とか、ね、好きな人はね、特にね、うん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 、そう、あ今日行ってもいい、ちょっとこの話、うん、じゃあね、実は今日、はい、講座の生徒さんの、うん、お子さんも来てたから夏休みさんね、うん、そしたら何かの話から今日ロビンちゃんと会うよって言ったわけ、うん、ジュリとロビンちゃんって、うん、知ってるわけよ、そしたら会うのって言ってから、うん、あの人女男って言ったっけ、うーんって言ったからさ、まあ言ったよ、ロビンちゃんはまあ男だけどあの綺麗な格好してるね、うん、ジュリは男の子だけど心は女の子で優しいよって言ったから、自分のクラスにもいるって言ったわけ、実は6年生の子が、優しくしてあげてって言ったら、うん、とっても優しくしてるよって言ったわけ、この子なりに多分なんで体はこうだのに心はこうだのにって思ってるかもしれないから、あの優しくしてとにかく、もうめっちゃ優しくしてるって、ちょっとね感動した私、だからやっぱり子供のもう小学校からすでにもうね、あのこう感じる子は感じてるから、やっぱり俺のクラスにもいてさって、こっちの子もいると4年生の子、僕のクラスにもいる何々ちゃんとか、もう優しくしてあげてとか、うんって言ったよ、嬉しかったとっても、それが私たちの伝えることでもあるんじゃない、今からの世代をこういうね、講演会とかさ、あの中学校とか高校は行ったことあるんだけど、あるよね、行ってるよね、あの小学校は、まだ先生相手にしか言ったことないわけ、なるほど、生徒相手になんか言ってもね、いいね、確かによ、確かによ、なんとなくさ、あのなんかこうなんていうの、決めつけちゃいけないよみたいな、みんな人間だよみたいな、なんか分かりやすくでもいいんじゃない、ただ優しくしてねでもいいと思うよ、あのこれって普通に考えてもいじめってあるさ、あるそういう LGBT 関係なくよ、普通の普通に、これをなくす根本にこれも入ってきてもいいと思うわけ、意味わかるでしょ、なんか言いたいことわかる、私、なんかよくさ、あの、まあ、ドラマの世界だから、それは大きくこうやってるだろうけど、いじめってなんであるんだろうっていつも不思議なわけよ、なんでこんな人やって気にならない、お家帰ってなんか変な気持ちとならないのか不思議だったわけ、私の見解なんだけど、なんだろう、自分に持ってないものを相手が持ってるから、ね、妬ましくって、あそれはあるかもしれないね、妬みから来る、嫉妬から来るとかね、それもあるかもしれないね、私も経験するしたから、した、じゃあ逆に向こう、じゃあどっち側だった、いじめられてた、私が、あいじめられた、ということは大人になって、また成人式会った時に、会った時に、あの時ごめんなって言われて、あ大人になったんだね、この人もね、そうそうそう、じゃあ分かってるね、なんで自分は覚えてなかったの、あ逆に記憶から抹消してたから、あで後々聞くと、ああそういえばと思って、別に今気にしてないしって言ったら、あ本当ありがとうって言われて、逆にいじめた人の方が持つんだろうね、持つ人はね、持ってる、意識してるからさ、やっぱり、こう意地悪してやろうっていう意識があったからね、無意識だったらもう忘れてるはずだけど、無意識の場合はいじめられた側の方が傷つくさね、だけどこれを謝ってくれて嬉しいね、嬉しかった、本当に嬉しかった、確かにそれはある、あの世の中さ、いじめられた方をみんなかばうでしょ、でそういじめた側をみんな責めるじゃん、それ違うの、責めるわけじゃないけど、でもやっぱりいじめるっていうのにもなんか原因があるから、あるあるさ、わかるさ、だけどそれやっても解決しないよって教えんといけないから、
悪くは見てはいないよと思うわけさ、うん、やなんていうのこう本当手を出す人もいるし口でやる人もいるから、うん、この人のなんかほらお家の中でのもしかしたら逆に、うん、なんか愛情不足とか絶対さあれよなんか秘めてるものあるよあるよねあるよだからそこを本当先生も分かれば、うん、あのなんかまた違った風になるっていうのもあるかもしれないね、うん、だっていじめっ子に対して、うん、ダメよダメよばっかじゃんあここはねあっちも学校現場行ってないか分かんないけど、うん、とにかくなんかほら単純に言ってもいじめる側って今ほら謝ったっていうことは自分で分かってるさ、うんうんうん、分かってて謝ってるから素晴らしいわけこの子とってもさ、うんうん、で無意識っていうのがあったとして、ね、分からんけど、うん、無意識であったとして忘れててでもその人はもしかしたらほらあの時子供だから忘れてて、うんうんうん、でも今は本当になんか正義の味方になってるかもしれないさね、うん、思い込みってもあるもんね、うん、なんかね、うんうん、でもなんでだからなんであのでもいじめられる側も強くなるっていうのも必要よね逆に今だから良かったわけさえジュリーは覚えてないっていうのは、うん、ジュリーのメンタルは良かったわけよいい意味で良かったわけ本当に、うんうんうん、引っ張ってないからあなるほど、うん、だってそれって恨みに変わるさ言い換えればよ、うん、何度乱が言われる何なんだあいつはって言って、うん、どっかでクッとあったら、うん、違う意味でね恨みになる、うんうん、これ怖いさね、うんうん、なかったから本当に良かったかもしれないねジュリーね、うんうん、ジュリーの性格がいいんだよね、うんうん、だからそういう人を逆になんか何も考えてないから一回で終わる人といつもシュンとしてたら余計やってくるっても言うさ、うん、だからいじめられる側も負けたいように強くならといけないよっていうのもあるから、うんうん、今言ったロビンの言ってたようにいじめる側だけが悪いんじゃないよなっていうのも言えると思うわけ、うんうん、いじめられてる側にもいじめられるようにも自分をこうなってるから楽しみはされてるっていうのあのいじめられる側は、うん、やっぱりそこに恐れがあるからあそっかそうだ、ね、あの自分を出せないのよあそうだねうんうんだからやっぱりさ今だからロビンの言ってる意味もわかるけどやっぱりね仲良くできたらいいんだけどあのいじめるとかいう表現おかしいけど、うんうん、なんか子供ってほら小学生ってさ、うん、なんかなんていうのこう残酷さ言葉って、うんうんうん、な違う意味で何も考えないから、うんうん、やっぱもうねもう自分が知ってる単語を言うしかないから、ねうんうん、そう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 、うんうん、これはこれでもう何言われても気にしないっていう風にこの子たちが育っていけばいいかなとは思う。もうなんか強くなるとどんな人強くなるってなるかもしれないけどさ、うんまあ、でも無理よ。しかしね、無理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 だね。無理無理。たださでもさいろんなことあるからでもさ、うんうん、いじめる側もさ分かんないけどあの楽しんでる部分と嫉妬が出てくるさね、うんうん、優越感に浸ってきてるしだけどお家帰ったら逆に他の友達からはいじめられてる可能性があってこう負の連鎖になってるかもしれないし分からんね私の難しいねそうそう私の場合はその友達が、うん、あのお兄ちゃんがいててお兄ちゃんが暴走族だったのよだからその暴走族のお兄ちゃんの弟っていうだけであのなんだろう周りからあの 弱く見られたくないそうそうそうそれもあって、うん、でそれでなんかだん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 肩でそうあぐれないといけないっていう状況だったみたいちょっとかわいそうであるねそうだねだからやっぱいろんな背景があるね学校ではどっちにもそう学校ではいじめてたんだけどいじめられてたんだけど、うん、外で会う時は普通だったのよそのギャップが当時分かんなくてそう大丈夫父が貸してそうそうそうで大人になった時にそれを聞かされて、うん、あそうか、うん大変だったのね、うん、そうなんだよそれを汲み取るっていうジュリーも優しいよねお前ダールそう思い出したってそうじゃなくて、うんうん、そうだった、うん、君も大変だったなっていうのもまたすごい思いやり深いね素晴らしいわさすがジュリーだわ、うん、あの、ね、私はそのいじめっ子、うん、いじめる側の気持ちを聞きたい、うん、私はねなぜいじめるのでしょということ何を聞きたい何があったのってああそういうことだね、うん、なぜいじめる側になったかってことさねだからその原因が聞きたい、うん、知りたいんでしょその心理を知りたい何があってこんなしてるっていうことだねそう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 、うん、確かに絶対原因はあると思うわけあると思う絶対あると思うだってあると思う二人っきりならないと喋らない喋らないかもね、うん、みんなの手前もあるさうん、うんうん、あるよあのもう一つね、うん、あまあいや
うん、大人のセラピストさんなんだけど、うんうん、同業者同士で何かの話の時に、うんうん、彼女がポツンと言ったわけ。私はいじめられたことがあるって、うん、同じように言ったわけ、うん、で私たちみんな聞いてて、うん、そのいじめられた原因っていうのは何だったと思う？いじめてられてる友達を擁護したんだって、うんうんうん、かばったって、うん、今度は自分に来たったんだ。た た, そしたらびっくりしてさ、あっちゃんさ、うん、あっこんなのないから、うんうん、ごめん あなたがこの助けた子いるでしょ、うん、この人やらんほうがいいよって言った子は一生友達になってくれたし、ありがとうって仲良くできたでしょって、逆こっちはもうあっちに来たって。あ、だから集団心理の怖さよ。あるある、それ集団。今言ったように学校では意地悪だったけど、うんうん、外出たら全然違うのと一緒で、うんうん、この心理的なもの、集団心理みたいなのがあるのかな、うんうん、だからなんか難しい ね、うん、ただあっちゃんはやっぱりほらよくほらいろんな、ね、特にいじめで誰々がいじめたからって言ってから、うんうん、すごく悲しいほら結末迎える子いるじゃない、うんうん、それがとっても心が痛くなるから、うんうん、やっぱりこの辺はね、あの私はよ、あの、うんうん、子供も自分がいじめられてること親に言ってほしいなと思うわけ、うんうん、あの自分がいじめられてるから親が悲しむだろうとか恥ずかしいから、うん、いじめられてる自分っていうのを教えたくないんじゃなくて、うん、行って転校、うんうん、100人友達がいなくていいわけ、うん、1人の友達がいればいいっていう私考えがあるから、うんうん、そういう考えになってほしいなっていう、なんかなんていうのかな、切り替え、そう切り替えるっていうのかな、うん、うん、分からんけどこれ大人でも言えると思う。人のこと気にしないっていうの、うんうん、自分で誰か1人でもいいから自分分かってくれる人がいいんだよみたいな、うん、これにも言えるかなと思う、うん、多分さ、あの、うん、想像できないと思うけど、うん、私も受けてたよ。あ、そう、うん、うん、でも、うん、いじめって、うん、いじめられてるって思ったらいじめなのよ。あー、なるほどね、うんうんうん、私は跳ね返したんだ。からかいと思ってた、うんうん、からめちゃめちゃからかわれた、うん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 、でも、うん、跳ね返したずっと、うんうん、跳ね返してるね。そう、うん、でもこっちも気づいてないからよかったわけよ、うん、一緒よ一緒。あ、気づいてたか、気づいてたけど、気づいてたから。そっかそっか、クラス全員無視されてたし、あ、この子もクラス全員に無視された、うん、あ、そうなんだ。あと学年って、あ、女の子だよ。これ聞いたらびっくりしてさ、それをみんなの前で言うから僕はもうほんと涙出そうなったしさ、自分の、まあ、年齢あっちゃんほらまだそんな変わらんさ、あと違うか、変わります、人回り変わります、変わる、もうちょっと変わるかもしれないけど、おかげだから。でも自分なんか時代でこんな私がなかったかもしれないけど、私もじゃああったかもしれないけど、うんうん、気にしなかったかもしれないさ、チビデブブスでだからのにって言って跳ね返してたかもしれないさ、そうそうそう、ちっちゃいとかちっちゃいからね、うん、あ、そうなんだ、それあるかもしれない、うん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 、まあ今言ったように跳ね返す力っていうのを一番身につけさせた方がいいね。そしたら、まあ、あのやる方もあなんか面白くないって言って、うんうん、なんかやってるうちにみたいになればいいのに、ね、やらんければいいのね。もう教える教えない以前にも家庭環境なのよ、うん、家庭環境と、うん、あとはもう魂、そうだな、そう魂なのよ。確かにね。それかもうこんな言ったらだけど、うんうん、あの先生方親があのなんかどんなですかとか学校に来るとか、うんうん、親の教育って大変だけど、うん、もし分かんないけど私もちょっとらクライアントさんが相談来るさね、それこの子を見るでしょ、うん、カードで拾った時に子供、あの子供のものをやってたからさ、うんうんうん、そしたら泣きながら学校行きたくないって言ってから、え、なんでって出たカードがお友達にいじめられていたらちゃんと親に言おうねっていうのが出たわけ、うん、ごめんなんかさ怖いお友達いるのって言ったからいるって言ったわけ。でもこの子はいじめられてないわけ、うん、いじめてる友達を見てから、いじめられてる友達を見て自分もこんなになったら怖いって言ってそこに来てるわけ、うんうん、え、大丈夫よってこの子誰って言ったけど、お母さんとおばあちゃんが言ってからもう聞こうって言って、うん、もう話しておらんって言ってから幼稚園生の子なんだけどさ、うん、それ何々君にとったわけ。そしたらあこの子のお母さんをおめでたしてるから、うん、妊娠してるから構えないわけよ、うんうんうん、あそういう背景があるんだねってお母さんも納得して、うん、悪く絶対取れなかったわけ、うん、え何々さんじゃこの子のお母さん知ってる、ママ友ではないけど、うんうんうん、知ってるさ学年同級生だ、じゃこの子をちょっと寂しい思いしてるやつだから、うんうん、いつもありがとうね遊んでくれてとかさ、なんかお菓子の一つでもあげたらとかさ、うん、あのお母さん赤ちゃん来るの楽しみだねとかさ、うん、なんかこういうふうにやってみたらいいですよということは言った、うん、あのね
いじめてる友達を、うん、ありがとうね自分の子と遊んでって、うん、親もこの子認めてあげるのも大事だけど、どうせ俺なんかじゃないさ、うん、なんか言ってるみたいでしょ、うん、なんか言いたいことでしょ、うん、いつも遊んでありがとうねって言ったら、だんだんあれ俺いじめてるけどこんなしてお家帰ったらあれと楽しかったって言ってるんかって言ったら、なんか心動かされるっていうの、うん、分からんけど、うん、分からんのよなんか分からん、なんかちょっとだから、あのね、だからこういう話したらもう延々と続きそうであれなんだけど、うん、ごめんあっちゃんの思いっていうのがあってさ、うん、とにかくみんながなんか心が強くなってほしい、うん、どっちも、なんか昔に比べれば今はだいぶ、うんうん、言いやすくなったのかなと思うんだけど、ね、うんうん、だと思う、うんうん、でも私たち時代なかったわけ、知らなかっただけかもしれない、うん、ごめん、うん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 、だからこうね聞いてみたら、だから自分でいじめられてたけど跳ね返してたと、うんうん、お茶化されてると思ってたっていうのもあり、うんうん、で気づいてたけどまあいっかって言ってメンタルをやっぱりそこで保ってたからよかったかなと思う、うんうん、ね、きつかったらきついよね、うんうん、そういうの本当きついよ、うんうん、じゃあそれってお母さんとお父さんの愛があったから、うん、自分で乗り越えた、あの正直言うと一回死のうと思った、うん、あいつ頃、小学校の時、やっぱり、うん、だからよくだからこうやって行く子がいるさね、うんうん、これ見た時も本当悲しくなるさね、うんうん、だから当時はやっぱ自分の小学校の時ってやっぱネットが普及してなかったから、うん、そう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 、死に方が分かんなかったのよ、怖い、うん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 、だから死にきれなかったっていうのはあって、うん、悔しいのと悲しいのとってなるよね、そう、ずっと葛藤してた、うんうんよくぞ、ね、頑張った、 いいことあるよ、うん、絶対ある、うん、あるあるな、うんうんうん、あるある、うんうんうん、だからあのそういうのでは、うんうん、やっぱり行ってみたらだんだん確かなニュースなんか出てきてから、うん、こんなしたらいけないんだっていうのが今大々的に出てきてもいるから、うんうん、また違ってきてはいると思うね、うんうん、教育現場もね、うん、だからスクールカウンセラーもあるさ ね、 今ね、でほら、うん、登校拒否の子たちを、うん、あの保健室と、うん、連れて行ってね、うん、だそういう風にほらね、うん、やっぱりこう柔軟性出てきてるからいいよね、うんうんうん、そうそういいと思います、はいはいはい、うんですね、だからこの中では学校に学校のクラスの子が嫌いでいじめられてるから登校拒否して保健室っていうのもありだわけ、うんうん、行くから学校に行くからまだお利口ちゃん、うん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 、だって大きくなるにつれて心強くなってくるさ、うん、絶対にね、うんうんうん、ね、変化するからね、あとカルチャースクールとかね、そう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 、ね、うんうん、だからそうだよ、まあね、よくわかんないけどリスナーさんの中でもほら、うん、子を持つ親がいるはずだけども、うん、やっぱりあの抱きしめてあげてほしいなと思う子供さ、うんうん、大事大事、うん、で何かあって苦しかったお母さんに言ってとか、うん、お父さんに言ってっても大事だと思う、うんうん、やっぱり一番の味方は親っていう意識を、うんうん、親がいるからっていうのは子供が知ることによってなんかなんて逃げ場を作ってあげたいっていう、うん、本当転校もありだからね、引っ越しもありだと思うよ、全然、だから親もなんか対面気にしなければいいと思う、ね、対面さ世間で気にしない方がいいと思う、まあ変な意味でクレーマーにはならなければいいけどさ、余計こうねこうなんかちっちゃなもんであんまりあれやってて、あっちも変な穴ってからなんかね、俺もって怖い変な穴って言ってもわからんけどさちょっとのこと大騒ぎしてもいけないかもしれないけど、そこ難しいね、だから二人なんかこう学校関係に行ってね、呼ばれ先生に呼ばれて、そういう LGBT の話をしながらまた色をまたすごいなと思うよ、話してきてるでしょ、でそういうママ友のほらね、こういう親の会みたいなのも発足しててサポートしてるじゃない、うんうんうん、だからそういう子たち、そういう親もね頑張ってほしいなと思う、うんうんうん、本人だけじゃなくてその本人の家族もね、うんうん、とてもねいいと思います、なんか分からんけど、うん、はい、ということで、うん、あといつだっけ、うん、20日、8月の20日に、うん、あのゲストに出てもらった、うん、FTM の奥間舞人さん、うんうん、奥間舞人さんが、うん、今月、下旬に、うん、タイの方に渡って、うん、性別適合手術を受けるということで、あ、はい、インスタ見たあの人、そうそうそう、女の人一緒にいて、あ、そう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 、いたよね、うん、そうそうそう、あの人女子もっとね
元女子。ああ素敵な方だよね。で今いろいろクラウドファンディングというかのご支援をね、集めているということで、あフォローしてりゃ、なんかそのご支援に関してはまたさ、お話し会とかも今やってるんだって、そうインスタグラムとか、見ていただいたら、そのスケジュールとかもあると思うので、皆さん、奥間マイトさん、奥に間の間にの奥間ね、で、マイト、マウに人って書いて、奥間マイトさんで検索したら出てくるので見てきた。75万今集めて手術代、そうあ当たってる。じゃあ私ちょっと読んでから、ちょっと感動したよ。でね、そこだね、素晴らしい。ただこう手術代として集めるだけじゃなくて、やっぱりその交流することによって発信したり、書いてた書いてた、勇気与えたいみたいだし、そう思いがあるあるね。だからそこに価値を見出したいっていうことで、じゃあこのご支援をいただくっていう。ああ来てたの？そうそうそう。おすごいね。前田さんはいつもゆかりさんとカップルは虹チュラマルシェにいつも出てくれてる。あやっぱり。うんうん。誰になってるか分からなかった。この前の来てたんだよってね。そうということで皆さんぜひ。ですね、奥間マイトさん、はい、まあお話しかいけないけど、でも直接そのご支援をしたいなって方は、またお振り込みのご案内とかもマイトさんができるっていうことをおっしゃってたので、ぜひインスタグラムの DM からそうだね連絡してなさってみてください。いいと思う。はいはい、ということで告知コーナー行きたいと思うんだけれども、お二人から何かあります？告知は、毎週、火曜日、あと土曜日と日曜日は、私はズミカフェで霊視鑑定をしておりますので、ぜひ興味ある方はお越しください。はい、霊視鑑定のね、はい、ジュリです。すっぴんでやってる？平日だけはすっぴんでやって、すっぴんのジュリにね会えるしね、で土曜日と日曜日はたまに、はい、ね、美魔女になってる ね、美女になってるね、はい、ということです。はい、あっちゃんからは、あっちゃんは多分収録の時がイベントだからもう終わってるから大丈夫だ。あ、OK、 OK、 はい、ということで、私たちは、9月の5日火曜日に、沖縄帰ってくるので、そしたら次の生放送はFM 読谷の、ソワソワエクスタシー、9月6日、水曜日ですね、夕方5時からまたやりますので、その時にお会いできたなと思います、ね。はい、ごめん一つ忘れてた、はい、どうぞ。9月3日私は他のイベントでもこの収録も終わってるけど、一応終わってるな、アルカナで、光のプリズムのイベントがあるのよ。それはいつ3日なんだな、これがまた収録いつ何時から始まる？今日3日よ。今日9月3日です。9月3日よね、はい、はい、9月3日じゃあ終わってるな、もう終わったな、今もそうそうそう7時前ですね、ね、終わってるね、はい、じゃあそういうことですね。そういうことですね。すまんだ、わかりました。で、今週末、また9月9日と10日はですね、ククルイトマンっていうイベントが糸間の方でシャボン玉石鹸の工場のなんか敷地って言ったかな、はい、にありますので、すごいね、多忙だね、遊びに来てください。イベントのちょっと司会今回やるので、はい、それとあと出店ブースもちょっと出せるかなって思うので、はいはいはい、はいはい、今司会でピンときたけど、さ、あなたたちさ、結婚式の司会なんかもやらないの？やろうと思う、できると思う。だと思う、募集かけたらいいさ。結婚式の司会もやります。はい、結婚式の司会もやります。はい、いいと思います。はい、ぜひぜひね。ぜひぜひ。よろしくお願いします。そうそう、ぜひぜひ面白いね、司会の人が2人来るって言って、またそれもいいと思うよ。はい。面白いって言っていいの？いいよ。いいさね。いいさね。おもろってね。そう、やっぱり枠にはめないっていうことだから。ああ、そうそうそう。そうそうそう、いいと思います。はい。はい、でね、そして私からまた一つ告知、インスタグラムのアカウントでですね、新しいアカウント立ち上げました。できてるね。はい、龍神沖縄ですね、沖縄限定に、特化した、龍神社、龍宮神、龍のスポットを、紹介する、アカウントということで、立ち上げてみました。はい、今まだ2つしか投稿してないんだけれども、どういう思いで、立ち上げましたよっていうのと、あとは沖縄って
神話が2つ、奄美中シルミ中と、天竜大狼、と、天竜大狼って何？天竜大狼、大狼、天竜、そうそうそう、天の竜ってことだな。そうです、はいはい、天竜大狼と、アメクシン乙女、はいはい、パパ竜ママ竜のことね、大狼、うん、はい、うんうん、はい、父竜母竜のストーリーが2つあるんですよね、うん、はい、沖縄は。でこの竜の方の、話に特化して今、最初に入ってきた神様ですよ、そしてどういう風に展開していってますよって前半を載せてますので、ぜひフォローをお願いします、うんうん、もう竜だねロビンちゃんね、竜神様との結びつきだよね本当にね、はい、うん、ということでもう終わりなんで ね、はい、ね、すごいね、今日収録ロビンソンと、ジュリアンと、あっちゃんでした、はい、
はい、じゃあ皆さんまた来週、そわそわ、ありがとうございました。